しても、こういうことでね。ですからこの、表の、私のイラストが載ってる方を見ていただくと、そういう目で見ていただくと、資本をまるで使わない産業で利益出すというのは大変なことだと。だからやはり資本も使う、それから人の知識もレベルを高くするというふうにね。で、例えば左の列の真ん中の、一番左の真ん中の畳屋さんの4行目下見てください。食品製造業というのがありますね。全製造業が36万9千に対して、食品製造業が10万円少ないでしょ。ちょっとね、まあ、10万まではない。これは中小企業の食品製造業というのはこっちが中心なんですよ。資本装備率が非常に低いんです。中小企業で資本を一番使ってる産業は実はパチンコ屋さん。もう桁違いね、一桁多い。ちょっと一番右端を見てくださいね。一番右上から7、8行のパチンコ屋さん、約100万でしょ。パチンコ屋さんめちゃめちゃ金ですか。こういう業種、こういうふうにね、業種に詳しいのがですね、なんでこんな詳しくなったかって、東京商工リサーチで16年信用調査、中小企業の信用調査してると、いろんな業種に行くもんですから、それで詳しくなったね。だから私の、なんですね、ちょっとこっちの、まあ、知識の面の強みというのは業種を知ってる。業種ごとの決算書をもらうから、分析するから、業種ごとに財務内容がどうなってるっていうのはもうバカでも覚えるわけ。もう愛媛それ分析するわけだからね。そういうことで最初ちょっとね、余計なことですからね。ですから今人の力が中心で事業なさっている場合は、その人の力の知識、技術をより高めることに挑戦いただいて、そして、マルクスが言うように剰余価値、あるいは利益のストックができていったら、今度はこっちにシフトしていくということですね。お金の力でさらに、価値を作るように持っていって、最終的にこっちの価値を上げると、こういうふうに、二段構えと、こういうことであります。